涙なしでは入れない羽生結弦引退。宇野昌磨の言葉に込められた、戦友への思いと未来への決意。羽生結弦は、フィギュアスケート界における偉大な存在であり、その名前は多くの人々にとって、単なる選手としての枠を超えて、一種の象徴ともいえる存在です。彼の滑りには、技術的な卓越さだけでなく、情熱と美しさがあふれています。彼のキャリアは、 数々の栄光に彩られていますが、最も感動的なのは、その背後にある努力と挑戦、そして彼が他のスケーターに与えた影響です。特に、同じ競技に身を置く選手たちにとって、羽生は憧れの的であり、同時に彼らのモチベーションとなっていました。宇野昌磨や姉さん、チェンといったトップスケーターも、その例外ではありません。宇野は特に、羽生との競技を通じて自身の成長を感じ、 彼の引退に対してて深いいいを抱いています宇野昌磨はかつて、羽生結弦さんと姉さん、チェンさんが引退したことで、心に穴が開いたような感覚だったと語っています。この言葉は、彼がいかに二人に影響を受けてきたかを物語っています。特に羽生は、彼にとって、戦友であり、ライバルであり、そして、目標でもありました。彼らと共に戦った時間は、 宇野にににととってかけががえののののなないものであり、りその存在感の大きさが引退後に一層際立つことになりました。羽生と同じ表情に立つことで、宇野は自分の限界を超え、新たな高みへと挑戦する意欲を持ち続けてきました。それだけに、彼の引退は、競技者としての宇野にとって大きな転機であり、感情的な揺れ動きが伴うものでした。羽生結弦の引退は、フィギュアスケート界全体にとっても大きな出来事でした。 彼の姿が見られなくなるということは、多くのファンだけでなく、競技者にとっても深い喪失感を与えました。しかし、同時に彼の功績は、次の世代へと受け継がれていくべき財産でもあります。羽生が長年にわたり積み重ねてきた努力と成功は、今後のフィギュアスケーターたちにとって、永遠のモチベーションとなるでしょう。それは単に技術的な面だけではなく、彼の持つ情熱、競技への献身、 そして常に自分を高めようとすする姿勢です彼は何度も怪我や困難に直面しながらも、それを乗り越えてトップに立ち続けました。この姿勢こそが、フィギュアスケートの枠を超えて、多くの人々に勇気と希望を与えているのです。フィギュアスケートという競技は、技術力と表現力の両方が求められます。ジャンプやスピンといった技術的な要素に加え、いかに感情を表情で表現し、 観客を魅了すす。るかが重要です羽生結弦はこの両者を完璧に体現した選手でした。彼のジャンプはまるで羽のように軽く、滑らかでありながらも力強さと正確さが際立っています。そして彼の表現力は観客だけでなく審査員や他のスケーターにも深い感動を与えていました。彼の演技には常に物語があり、その物語を見る者に伝えるために、 彼は全身全霊で滑っていました。その姿は、まるで一つの芸術作品のようであり、ただの競技を超えたものでした。宇野昌磨や姉さん、チェンも、羽生と同じように、フィギュアスケートをただの競技ではなく、自己表現の場として捉えています。宇野はかつて、競技の中で何かを伝えたい、表現したいという気持ちがあると語っていました。彼にとって、ジャンプやスピンは単なる技術ではなく、 自分の思いを伝えるための手段です。この考え方は、羽生から大きな影響を受けているといえます。実際、宇野は羽生との競技を通じて、自分のスタイルを確立し、さらに高めていきました。羽生結弦の引退は、フィギュアスケート界にとって一つの時代の終わりを意味しますが、それは同時に新たな時代の始まりでもあります。彼が残した遺産は、次世代のスケーターたちが引き継ぎ、 ささらに発展させていくことでしょう例えば、宇野昌磨は2022-23シーズンに日本男子初の世界選手権に連覇を達成しました。この偉業は、羽生が築き上げた日本男子フィギュアスケートの強さを象徴するものであり、彼の影響を強く感じさせます。また、姉さん、チェンも、羽生との競技を通じて、自身の技術と表現力を磨き上げ、 2022年の北京オリンピックでは金メダルを獲得しました。このように、羽生が与えた影響は、彼の後に続くスケーターたちに大きな力を与えているのです。羽生の引退後も、フィギュアスケート界は進化し続けています。新しい選手たちが次々と台頭し、彼らもまた、羽生が築いた基盤の上で新たなスタイルを模索しています。例えば、若手の鍵山優真や佐藤するといったスケーターたちは、 羽生の後を追う形で、次世代のスターとして期待されています。彼らは羽生から多くを学びつつも、独自のスタイルを追求しており、フィギュアスケートに新しい風を吹き込んでいます。これこそが、羽生結弦譲が引退後もフィギュアスケート界に与え続ける影響の証です。羽生の引退を受けて、フィギュアスケートファンたちは彼の演技を再評価し、その偉大さを再確認しています。彼の演技は、 ただの技術的なパフォーマンスではなく、一つの芸術作品として長く記憶に残るものでした。その中でも特に、バラード第1番や、生命といったプログラムは、フィギュアスケート史に残る名演です。これらの演技は、今後も多くのファンやスケーターにインスピレーションを与え続けるでしょう。宇野昌磨は、羽生の引退後、自身の競技者としての道を模索し続けています。 2022-23シーズンの世界選手権での2連覇は彼にとって大きな達成でしたが、その背後には、羽生という偉大な存在があったことを忘れてはなりません。宇野は、羽生さんがいなければ、今の自分はなかったかもしれないと語るほど、彼の影響を強く感じています。これこそが、羽生結弦がフィギュアスケート界に残した最大の遺産、技術や記録だけでなく、彼が与えた影響力と、 他の選手たたちに植え付けた情熱です羽生結弦の引退は、フィギュアスケート界にとって一つの大きな節目ですが、それは彼の物語の終わりではありません。彼は今後もさまざまな形でスケートに関わり続け、ファンや次世代のスケーターたちに影響を与え続けることでしょう。彼の引退後の活動、例えばアイスショーへの出演やチャリティー活動などを通じて、羽生は新たなステージで輝き続けています。 その姿は、これからも多くの人々に希望と勇気を与えることでしょう。羽生結弦の影響力は、今も多くの若手スケーターたちに強く残っています。彼のスケーティングスタイル、そしてその背後にある精神力は、単なる技術的な教科書にとどまらず、スケートに対する情熱と自己表現の力を感じさせるものです。羽生は、どんなに困難な状況でも自分の限界を押し広げることを体現してきました。 彼が競技人生の中で経験した数々の困難、特に怪我や逆境を乗り越え、その度にさらに強くなっていく姿は、多くのスケーターたちにとって模範であり続けています。特に、羽生が成し遂げた、4回転アクセルへの挑戦は、彼の競技者としての精神を象徴するものでした。このジャンプは、技術的に非常に難易度が高く、何度も失敗を経験しながらも、羽生は諦めることなく挑戦し続けました。 彼がこのジャンプに挑み続ける姿勢は、フィギュアスケートの枠を超えて、あらゆる分野の人々に、諦めない心を教えています。彼の挑戦は、フィギュアスケートの未来に新たな可能性をもたらし、スケート界全体に刺激を与え続けています。宇野昌磨も、こうした羽生の姿勢に影響を受け、自分自身の限界に挑むことを続けてきました。2022年の世界選手権での連覇は、 羽生が培ってきた精神を継承し、さらに発展させた結果ともいえるでしょう。宇野は競技生活の中で何度も試練に直面し、その都度、羽生との競技を通じて学んだ、挑戦し続ける心を実践してきました。宇野は言います。羽生さんとの競技は、自分を鍛えるための最大の場だったと。彼にとって、羽生は常に目標であり、彼を超えることで自分自身を高めていく手段でもありました。 羽生結弦が引退後に選んだ道は、ただの休息ではなく、新たなステージでの挑戦でもあります。彼はプロスケーターとして、アイスショーを中心に活動を続け、その独自の表現力をさらに追求しています。羽生の演技は、競技から解放されたことで、より自由で芸術的な表現が可能になり、ファンを魅了し続けています。彼の演技には、競技の枠を超えた深い感情が込められており、 その感動はスケートファンだけでなく、初めて彼の演技を目にする人々にも強く響いています。